ブダペスト覚えわきとは、1994年12月5日に、ハンガリーのブダペストで開催された欧州安全保障協力機構会議で署名された政治協定書で、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナが各不拡散条約に加盟したことに関連して、協定署名国がこの三国に安全保障を提供するという内容。アメリカ合衆国、ロシア、 イギリスの核保有3カ国がこの覚書に署名。また、中国とフランスは別々の書面で若干の個別保証をしている。この覚書には、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンの領土保全や政治的独立に対する脅威、または軍事行使に対する安全保障が含まれていた。その結果、1994年から1996年の間に、 この3カ国は核兵器を放棄した。それ以前は、ウクライナが世界第三位の核兵器備蓄国であり、運用管理はしていなかったもののウクライナが大量に物理保有していた。なお、同兵器の運用は、ロシア管理による電子的行動許可伝達システムとロシアの指揮、統制システムに依存していたとされる。 2014年のロシアによるクリミア併合が起きたことで、米国とカナダとイギリスさらに他の諸国も、ロシアの関与はウクライナに対するブダペスト覚書の義務違反であり、ウクライナの主権と領土保全を侵害していると批判、しかも同覚書は、セルゲイ・ラブロフ他の署名の元国連へ伝達したものであった。2014年3月4日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、 ブダペスト覚え書きの違反に関する質問への回答として、ウクライナの現状は革命だとして、新たな国家が立ち上がった時で、しかしこの国家との、この国家に関しての義務的な文書には何だ署名していないと述べた。ロシアは、ウクライナの民間人をその意思に反してもウクライナに強制滞在させることまでは決して義務の下に含まれていないと主張した。ロシアは、 米国がブダペスト覚え書きに違反していると言い出して、ユーロマイナンは、米国が先導したクーデターだと述べている。覚え書きによると、ロシアと米国と英国は、ベラルーシとカザフスタンとウクライナが、核不拡散条約の加盟国になったことを認め、実際には、核兵器をロシアに引き渡すことで、彼らは次のようにする。ベラルーシ、カザフスタン。 ウクライナの独立と主権と既存の国境を尊重する。ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに対する脅威や武力行使を控える。ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに政治的影響を与える目的で経済的圧力をかけることは控える。仮に、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナが侵略の犠牲者、または核兵器が使用される。 侵略脅威の対象になってしまう場合、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに支援を差し伸べるため即座に国連安全保障理事会の行動を依頼する。ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに対する核兵器の使用を控える。これらの制約時に関して疑義が生じた場合は、互いに協議を行う。この協定の下署名国は各不拡散条約の遵守と引き換えに、 安全保障をウクライナに提供した。この覚書は、すでに、ウクライナが欧州安全保障協力機構の最終法である。国連憲章及び各不拡散条約から保有している一連の保証をまとめたものである。そうだとしてもウクライナ政府は、これらの裏付けを、ウクライナ固有の文書で保有しておくことが有益だと、わかっていた。ブタペスト覚書は、 政治レベルで交渉されたもので、法的規定が全く欠落しているかどうか、完全には明らかではない。保障には言及しているが、当事者に対する軍事援助の法的義務を課すものではない。国際関係学教授のステファン・マクファーレンによると、もし行動を起こせば署名者に正当性を与えるが、それはウクライナで誰かに行動するよう強制はしないという。米国では、 ジョージ H ・ H.W. ブッシュ政権もビル・クリントン政権もウクライナに軍事介入するための準備は行われておらず、どちらの政権も米国上院議会が国際条約を批准するとは信じていなかったので、この覚書はより限定された条件で採択された。その覚書は制約時に関して質問を提起する状況が生じた場合に当事者間での協議の必要性を示しており、同覚書に 明記されている。覚書が法的義務を明示しているかどうかにかかわらず、ウクライナは2014年初頭から遭遇している。何には、不拡散の制約と引き換えに提供されている。将来への安全保障の信頼性に疑問が生じていると言えよう。中国とフランスは別々の書面で、ウクライナに安全保障を与えた。1994年12月4日の中国政府の声明は、 疑義が発生した場合には、公正な協議を要求するだけで、義務的な協議ではなかった。1994年12月5日のフランスの宣言は、協議に言及していない。ほぼ無用の長物と化していた覚書だが、2005年に発生したロシア・ウクライナガス紛争にて、ロシア側に燃料供給を断たれそうになった、ウクライナ側が、 当時の安全保障を確約した覚書きを盾に、アメリカ、イギリスなどに介入を行うよう要請し、意外な形で日の目を見ることとなった。米国務長官、ジョン・ケリーと英国外務大臣、ウィリアム・ヘイグと、ウクライナ外相、アンドリデシュチシアの3名が話す様子。2014年3月5日、ウクライナの危機に関するブダペスト、覚書き閣僚会議をパリで開催した後、 2014年2月、ロシア軍はクリミア内の様々な空港や他の戦略的地点を奪取、または封鎖した。軍部隊はクリミアに駐留するロシアの国会艦隊より派遣され、ブダペストを,を描きに違反してロシアの土地とした。ロシア外務省はクリミアにいる国会艦隊に派遣された装甲部隊の動きを確認したが、彼らは 両国間の様々な合意の範囲内で行動していると主張した。別のロシア公式筋は特にセバストポリ国際空港地域にいる部隊が国会艦隊から派遣されたことを否定している。ロシアはクリミアがロシア連邦に加わるべきかどうかについての国民投票を支持して対処。ロシアはその国民投票が現地軍隊によって実施されたと発表した。 3月16日にロシアはクリミアを併合した。ウクライナはブダペスト覚書の第一条に違反するとして、この行動に強く抗議した。この危機への対応として、ウクライナ議会は政治的合意の中に明記された制約指針を再確認するよう覚書署名国に要請し、その上で緊張緩和のためにウクライナとの協議を行うよう依頼した。 一時的占領地及び国内避難民主を述べた。彼は、ウクライナがその領有権についての明確なロシアの保証に基づいて核兵器を放棄しており、その保証に違反することで、プーチン大統領が一連の武力行使について、すでに取り決められた以上を要求しない他国からの避難を受けるのも当然のことだと語った。ハーパーはまた、 自由貿易協定に向けて新ウクライナ政府と協力すると述べ、ウクライナ支持を表明した。2016年2月、セルゲイ・ラブロフは、ロシアは決してブダペスト覚え書きに違反していない。覚書きにある唯一の義務は、核兵器でウクライナを攻撃しないということだと主張した。しかし、カナダ人ジャーナリストのマイケル・カルバーンは、実際は、 ブダペスト覚募描きには6つの義務があり、その最初の項目が、ウクライナの独立と主権と既存の国境を尊重することであると指摘した。カルバーンはまた、英国にあるロシア大使館のツイッターアカウント上でのラブロフの主張の放送が、実際にロシアが明白に違反しているものを含む全6つの義務があるブダペスト覚募描きの文章へのリンクを提供していた。 そこで誰もが見られるようになっているとも指摘した。ブダペストオーボ描きの草案作成に携わった米国の外交官スティーブン・パイファーはグーグルの事実確認で30秒以内にデタラメだと判別できることを外務大臣が語るのならロシア外交の不誠実と国際的意見に対する侮辱に関して何か言うことはあるのだろうかと後に語った。ベラルーシ政府は 米国の制裁が覚書に違反していると主張した。米国政府は次のように回答した法的拘束力のないものだが、その覚書は東欧の人権侵害に対する東方の取り組みと合致するものである。2018年11月27日、ウクライナ外務省はブダペスト覚書の署名国に対し制約事項の完全遵守及び、 ウクライナに対するロシアの侵略行為を即時、停止させるための緊急協議開催の要請を訴えた。ありがとうございます。